はい、なんかアローラッパっぽいのでね、ちょっとかマッチングしたんでやっていこうと思います。それも時間がないんで選手するだけします。はい、ヘルガー、オクタン、フロゼル、よろしくお願いします。まあ、なんとね、もう本当についにもう3分発売までね1日を切ったんですけども、まあ、なんと1日前にフラゲした人間が、まあ、このオーラスの環境にね、このアローラッパで潜ってるということのようですね。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、アローラのベトベトン来ました。お、でもアローラの色じゃねえなしょうもねえから、ちょっとやめとくか、この辺で。はい。じゃあ、とりあえず、まあ、ベトベトンなんで、まあ、特防が高いってのはあるけど、一回、まあ、大文字普通に打ちます。まあ、相手もヘルガーに対する言うことはないと思うんで、ここは通常通り打っていこう。通常通り打ちます。はい。通常通り打っていく。相手がしょう悩んでいる。何で悩んでんだろうな。交換するか、どうかか。交換か否かに悩んでんのか、それともなんか別の何か要素に悩んでるのか。さあ、ヘルガーに進化して、大文字。当てていく。あ、半分、あ、小さくなるとかよ。お前、運ゲーやってんじゃねえよ、この野郎。いや、俺は小さくなるを積まれても、85% の大文字当てるからね、俺。俺の運の良さ、まあ、舐めんなよ、ほら。舐めんじゃねえよ。まあ、こっちには豪運があるんだよ、豪運が。生まれ持った資質。意味ないから、こんなことしても。当てるから、俺。当て続けるから。薄いところを引き続ける。そうやって俺は生きてきた。そうやって意味がある。そんな俺がこんな壁をね、突破できないわけねえんだよな。所詮、運っていうのはね、均等ではないんですよ。偏んの。人に。そして俺はその偏った運を受ける男。ええ。ね、当てるんですよ、こうやって。うん。だから俺みたいな豪運の持ち主に、もうその、運ゲーで勝負を仕掛けてきたのはそもそも間違いだよ。俺にとっては小さくなるも跳ねると同じだから。うん。さあ、球根の日照りが入っていく。まあ、この段階であってもらい火ではないのが確定したので、逆に言ったらこっちも大文字を最大火力で打てるんだよね。打ちます。こっち地味に特性が3パワーなんで、ああ、でも結構耐えてきたな。3パワー大文字耐えるってことは多分こいつ耐久 H には多分絶対振ってるし、しかも C に振ってない感じ。多分 HS ぶりとかだな。うん、HS ぶり、間違いなく。オッケーしたら、ここもう、大文字もう一回打とう。もう全部当てるから、俺。外さないから、はい。はい、急行も突破。ね。これが王者の風格ですよ。なし。多分、揚力層を使った、そういう晴れパなんやろうな、これな。相手の選手がたまたまアローダでなんか、表現するポケモンたちやったな。まあ、揚力素やったらなし、あれ揚力素やったっけ、なしって揚力素やんな。ハレパに組み込む場合。道連れ、で、いや、道連れ打ちます。原初の力、まあこれ多分耐えない。耐えないか、よし、まあ、いや、もう十分やった。そして相手の能力が全て上がっていく。弾か。フローゼルで一発耐えようか。フローゼルの助けで一発耐えてから、刺す感じで、冷凍ビーム。なし、D 低いからな、どうにかなると思うけど、これ下手したら削りきれん可能性あるな、レイビー、悪者で。
これ何気にまずい状況じゃないか。ソラビ、あ、やべ、これまずいかも。これこの冷凍ビームでどれだけ削れるかにかかってんねんけど。あ、でも弾のダメージあるからワンチャンあるか。頼む、冷凍ビームで。うわ、勝ってー、やばい。やばいかもしれない。やばいかもしれない。ヘルが封じが正解やったか、これ。やばい、てか、オクタンが、これ、ナッシュの攻撃耐えずに終わるな。やべ、オクタンがナッシュの攻撃耐えずに終わる、これ。嘘やろ、頼む。オクタン、あ、光合成、よしよし、ワンチャンある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 。相手ちょっと、あれだ、抜かった。これ、ワンチャンある。文字で、文字でワンチャンある。頼む、当たれ、よし。晴れかえからいけるんちゃうか、あー、村木発動でなんか、上がれ。命中下がっても仕方ねえだろうが、お前。でもこれで、晴れが終わるから、いや、終わらねえんだ。頼む。奇跡を起きてくれ。オクタン、耐えろさあ、マッチングいたしました。ポケモンオーラスもですね、いよいよ環境最終日となりました。明日からサンムーンの幕開けでございます。11月17日2016年、お相手はタクトさん。これがもう泣いて笑っても最後の試合でございます。ダークライ、ラティオス、レクーザ、ディアンシー、グラードン、そしてゲノセクトと、ゲノセクト来ましたよ、ついにね、ゲノセクトね。さあ、そういうパーティーに対して私手持ちを少し変えました。パルシェン、ウルガモス、モーマンダ、キノガサ、マリルイ、ガルラド、まあ私が変えっとね、先日のニコニコ生放送でのちょ大会で使ったパーティーを、使っております。はい、ではもう泣いてもらってもこれが最後、挑んでいきましょう。俺ゲノセクトでも疲れたの久々だな、マジで。まあでもこっちもさっきとで打って勝ってパーティーのパワーが上がってはいるので、パーティーパワーが上がってはいるから、どうしようかな。マンダ初手ありか。初手マンダ意外とありじゃねえか、これ。パルシェン、それかパルシェンかな。どうしよう。初手マンダで、で、パルシェン。悩ましいところだが、ガッサはやっぱ助けて一発耐えるっていう安定感があるから、まあ、選手としやすいし、多分ガルーラはちょっと違うと思うんだよな。多分頭から殴られて終わる気がする。いや、まあ、初手マンダでいこう。マンダ、ガッサ。マンダ、ガッサ。ガモスでいく。対戦よろしくお願いします。本当にもう最後の時にね、まだこんな、とんでもないパーティーなどと思わなかった。よろしくお願いします。ゲノセクトいきなり出してきたか。うわ、しかも赤いやつ。これ、劇場版のやつじゃねえの、これ。あれでしょ、劇場版で。お家に帰りたいとか言ってたやつでしょ。差し替えたダイノード特攻が上がっていく威嚇がほぼ意味を出していない。さあ、ゲノセクト、まあ、虫鋼と、まあ、炎4倍ではあるが、まあ、ここは、でも、このゲノセクトね、特殊技めっちゃ豊富なんだよな。めちゃめちゃ覚えんのよ、特殊技を。ただ、ウルガモスに対する有効だだけは、まあ、でも役割破壊で、今までともある可能性あるけどね。
ガモソに交換してみようか。ガモソに変えます。レビよし、やっぱり。さあ凍るなよ、ここは。オッケー、 10% をかわしていく。まあもうちょっとここ怖いんで、普通に打ちます。普通に解放者打つ。普通に解放者打つ。最低ゲノセクトを引っ込めてくる。レックウザを場に出していく。しかも色違い。エアロックで天気の影響がなくなっていく。あ、でも結構効くな。急所か、これ。やけど引いた。よし、ナイスナイス。やけどこれでけえぞ、マジで。レックウザの神速防げるぞ、これ。一発積むか、ここは。一発積んどこう。一発積んどこ。さあ、タクトの強い乗りがレックウザに届き。レックウザ無条件でメガ進化。持ち物は何でも持てる。反則すぎるレックウザ。さあ、デルタストリームで、飛行ポケモンを守っていくガリオ転生。さあ、さすがに火傷状態とはゆえ、この飛行のタイプ1弱点をガモスは耐え切るのは難しいか。一撃で死んでいく。しかし、その打った反動で防御と特防が下がっていくが、ウルガモスが倒れた。さあ、しかし、ここはレックウザが火傷状態なので、ダメージを毎回のように少しずつ食らっていく。ここは折り返しボーマンダを出していきます。当然、威嚇で、なおかつ火傷で受けられるんで。さあ。傲慢なメガ進化し、そしてうわ、流星群持ってんのか。頼む、耐えてくれ。嘘だろ、お前。マンダー初手竜巻ってさせろよ、お前。空気読め、マジで。空気読め、マジ。伝説キッズ、こら、お前。違うだろ、そこは、お前よ。何お前、ドヤ顔で流星群撃ってんだよ、このクソガキが。うわ、どうしよう。とりあえず守っとくか。まだでも戦える。まだ戦える。ここでマッハパンチでレクーダー落とす。さあ、レクーダーを落とし、謎の乱気流も収まり、ゲノセクトをもちろん場に出されていくが、C が上がるのかな、まあね。どんな方なんだろうな、わかんないけど、とりあえず。あー、トンボ返りか。トンボ返り、しかもタイプ1で覚えるのが強いな、こいつな。負けやね。勝てねえ。勝てねえ、これは。原始回帰でしょ。うわ、原始回帰すると黒くなるね、こいつ。終わりの大地。オワコンの大地。日差しが強くなり、キノコの報酬当たりはするが、キノコの報酬当たりはするが、まあ、依然苦しい状況には変わりない。一応種マシンガンで削りに行きます。こっちが先手取れるんだ。硬いな。できれば5発当たってくれ、5発、5発。もう一発。あ、3回か。まず一旦目を開いて眠っていく。寝言を持っていた。吠えるか。あ、眠るか。
順番がちょっと逆だったからなんか吠えるかなと思ったけど、そんなわけねえか。寝言は別にそういうの無視するもんな。優先度。構築がダブルバトルっぽいんだよな。あともう一発、あともう一発。よし、オッケーオッケーオッケー。そしたら次で確定。頼む。目覚めな。よし、眠れたよ。オッケーオッケーオッケー。あとは寝言でなんかかわせ。寝言で何か、ね、もう一回眠り引け。もう一回眠り引け。よし！よし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 。わかんなくなってきた。わかんなくなってきた。わかんなく。わかんなくなってきたぞ。いけるんじゃないかという期待。それたちには希望しかないんだよ。俺たちがすがれるのは。目に見えるものでもない。結果でもない。実績でもない。何も持ってない俺たちには。俺何も持ってない俺たちが、頼れるのは、希望だけなんだ！ダウンロードされていく。レイトービーム頼む。気合で耐えてくれ。ありがとうございました。まあ検討はしたんですが、一歩及ぶという及ばずというところでしたね。まあまあこれでオーラス環境での、まあ、僕のポケモンというのはもう完全に終わります。まあ明日からはサンムーンの動画を上げていきます。まあ明日からになるか分かんないけども、でひょっとしたらちょっと告知なんですけども、YouTube ライブやるかもしれないです、ポケモンで。なのでその辺もね、もちもち、まあ、告知始めていくんでご期待ください。でそれとまあ本当にこの第6世代、まあ、3年間という環境で、まあ、YouTube で上げ始めたの、まあ、YouTube で結構昔から上げててんけど、結構ニコ生6動画だったり直撮りだ直撮りだったり様々な形態上げてきてんけど、まあ、本当にたくさんの方見ていただいて嬉しかったです。どうもありがとうございました。どうかこのね第7世代サンムーンでも、活躍してまいりますので、何度と変わらぬご声援もよろしくお願いします。では皆さん、アローラ地方で会いましょう。